マーチン・ヤヌス・ゴルタットことマルチン・ヤヌス・ゴルタットは、ポーランドの元プロバスケットボール選手。ウッチ県ウッチ出身。ポジションは、パワーフォワード、センター。211センチメートル、108.9キログラム。マーチン・ゴータットと表記されることもある。2002年、地元ウッチのクラブチームに入団。翌年ドイツに渡り、ケルン99アーズと契約した。 2005年の NBA ドラフトにエントリーし、2巡目57位でフェニックスサンズから指名されたが、ドラフト会議当日に交渉権がオーランドマジックに移動。その後2007年までドイツでプレーした。2007から08シーズンにオーランドマジックで NBA デビューを果たす。ルーキーシーズンは D リーグを往復していたが、翌2008から09シーズンは、 ドワイト・ハワードのバックアップとして定着。NBA ファイナルも経験した。2009年夏、制限付き FA となったゴルタットは、ダラス・マーベリックスが提示した5年3000万ドルのオファーシートにサインしたが、オーランド・マジックは同額の契約を提示し、マジックと再契約した。2010年12月18日に3球団が絡むトレードにより、ビンス・スカーター、 ミカエル・ピートラスと共に、ジェイソン・リチャードソン、ヒド・ター・コルー、R ・クラークとの3対3のトレードにより、フェニックス・サンズへ移籍。サンズ移籍後は、先発に定着。スティーブ・ナッシュとのピックロールが再渡り、成績を大きく伸ばした。2013年10月25日、エメカ・オカ・フォーとの交換トレードで、ワシントン・ウィザーズに移籍。インサイドで安定したプレーを見せ、 ウィザーズの2008年以来のプレイオフ進出に貢献した。そして、オフにウィザーズと5年6000万ドルで再契約した。2018年6月26日、オースティンリバースとのトレードにより、ロサンゼルスクリッパーズに移籍した。2020年2月16日、現役引退を発表した。ありがとうございます。